ございました。もうロックの生みの親ですね。はい、もう大阪に来るのなんかあんまり多分ないと思うので、皆さん本当にしっかり目に焼き付けてね、もうカメラもいいんですけども、まあそのライブ感をね常にお楽しんでほしいなと、思います。それではこれもまたゴーゴーブラザーズの生みの親紹介しましょう。トニーコー